これ非常にまずいです。魚群ピンチ、魚群ピンチです。まあ笑い事じゃないんだ、ないんだけど、まあこれからではあるとは思います。まだ全然わかんない。てかファブちょっと稼ぎすぎだな。ファブちょっと稼ぎすぎっすね。いやてか俺もね、やっぱ結構そうね、いや水波ありがとうなんだけど、いや難しい。正直、まあ、ボンちゃんに対して俺が行くかマチャボーに行かせるかすげえ悩んだ、すげえ悩んだマジで。モケは結構ルークはかなり嫌がってたね。いやマチャも良かったけどね。いや俺さ、なんかさ結構最近俺強えと思うんだ、実はすげえ強えと思うんだ。少なくともその多分日本国内で10本指に入るぐらいは強いと思うんだ正直。それぐらい一応ある程度その勝ててはいるなっていう実感はあんの。なんだけど大会勝ってないからもうダメだ、もうダメだ、もう大会勝てねえ。いやだ大会勝てないからやっぱ強気に言えないよな。俺が行くっていうのがなんか喉なんつうのかな、喉に引っかかってなんかそっから出てこないっていうか。いや今日だって別になんかボンちゃんに対してはまあ俺結構キャミでいけるかなって思ってたんだけど、まあマチャボーも5分ぐらいっていうからなんかそれに任しちゃったっていうか、まあ結構まあ強い方だと思うんですよさすがに。だけどなんか自信を持って言えないというか、大会の実績をなんか積み重ねたいっていうか。難しい。キャラ隊とかやってるんですか。多分ストリートファイターリーガーの中で俺以上にゲームやってるやつなかなかいないぐらい俺やってる。めちゃくちゃやってる。ちなみに単純に数でも俺かなり上位だと思う。相当やってると思うけどな俺。お青葉やサブスクセンキュー。あちなみにね今日は俺で一応出るつもりでしたよ。出るつもりだった。流星が来たら俺が行くのが一番いいなっていう感じで、流星対流星だったんですよ今日は。ただルークも担当していいかなって思ってたんだけど、そこでなんか強気に言えなかったなっていう。向こうはやっぱその流星がなんかあんまそう、まあ、なんかねシンガポールの時に話したんだけど、流星マジで俺に勝てるイメージないらしい。なんか一番勝てないみたいなこと言ってたな。まあ今日は、まあ、流星に対しては俺が出るつもりだったけど流星出なかったから、まああとは頼んだっていう感じだったな。いやまあ最近結構やり込んでて結構実力は上がってきたなっていう感じはしたんだけど、まだなんか自分の中でなんかいろいろ足んないわ。自信、まあ自信というかやっぱリスクのことはあんま考えない方がいい気がしてきた。むずい、難しい。いやルーク戦結構自信あったんだけどな、それなりに。いやただ怪しい組み合わせだなとは思うから、ただ有利だなという感じはしてて、ね、多分ボンちゃんもね多分ねキャミーが来ると思ってたと思うんだよおそらく。多分キャミーが来ると思ってたっぽい。なんかうんだと思うよ。剣戦はほぼやってなかったし、ボンは孫が一番嫌だったみたい。いや分かってる、それは分かってる。いやそうなんだよね。いやここで俺が大会実績とかいろいろあって、えボン俺が行くわっていう風に言いたかったね。まあマチャボーだったら結構やってくれるんじゃねえかなと思ったんだけど、まあ内容を見ると結構なんかそのきつそうだったね。ゴイチがやり込んでリベンジしたのがかっこよかった。いやーていうかさ、いや俺だってめっちゃやってるぞ本当に、めちゃめちゃやり込んでるぞ本当。まあ次回 CAG ですね。エアスラッシャーの絵で堪能して玉抜けしてるらしいよ。一応できるっちゃできるよ。エアスラは見てから玉抜け。ジュリ使いたいよか足かせになってない。いやちなみに DJ はもう絶対もうキャミーやんない、もう無理あれ、もうつまんなさすぎる。キャミー DJ あれ無理だ俺。あれはさすがにジュリでいく。 DJ 会議だとジュリ5分らしいんですよね。いやー別に5分でもいいけど、キャミーは終わってるって話よ。キャミーよりはジュリの方がいいよって話。もう無理あれ。でキャミージュリですね。2キャラはねやっぱ難しさあるね。難しさあると思う2キャラはやっぱり。でもまあだからこそできた時結構強みなんじゃないかなって思うけど、結構もう今は割と2キャラともまんべんなく動くなっていう感じはある。
自分の中で DJ 戦やろう。てかもうしばらく DJ 地獄だな。 DJ チュンリー、 DJ チュンリー、キャミー同キャラ、まあジュリでもいいか。ストリートファイターリーグ終わるまで配信やめて専念してみてほしい。それはしない、配信はする、ただ頻度は下がるね。でもだからフェンリッチ来ない、多分フェンリッチは来ない、もうほぼほぼ確定。フェンリッチ来るは多分ないと思うわ。いやー、いや DJ とやんなきゃな。孫さんが本気でやるなら私は我慢するけど、1ヶ月以上孫さん配信なしはさすがにきついと中毒者いるな。俺ちょっと DJ 使ってみようかな。 DJ 使って DJ の気持ちが分かるようにならないとちょっとあかんかもしれんな。でも結局でも10日間しかねえからな、そこは難しいな。カジュがそれで DJ 使って気持ち分からないで終わった気持ち分からない。いやでも今日はカズノコうまかったね。なんかジョン戦とかやっぱカズノコのらしさが出てたというか、なんかスパーでガチ君とこでやって結構負けてたって話だったんだけど、それであのパフォーマンス出すのはすげえなと思う、もしかしてキャミーにラシードは不利なのか。いやまあ絶対にキャミー有利だと俺は思ってますけどね。さすがにキャミー有利だと思うよ。難しいね、なんかいろいろと割り切ってやんなきゃいけない気がすんな。なんか怖い怖いだけではよくないな。でもやっぱりさ、それでも実戦になってしまうとやっぱ怖くなるんだわ。難しいもんだよね格闘ゲームってさ。まあ俺結構やっぱりオフラインオンライン全部含めてかなりやってる方ではあるかなっていう自負はあるけどね。そこに関してはかなり自信持ってる。ほらサブアカとオフラインを含めないで1万2000戦やってるからね。やっぱかなりやってる気がするな、相当相当俺このゲームやってる気がするもん。ゴミが混じってますねとか言って、まあ比較対象ではないけど、まあ例えばそうだな、まあ数のことも結構やってた気がするけど、全然なんかやり込みは引けを取らないというか2000戦ぐらい差はついてる。秋結構やってんな、結構いろんなキャラやってんなこいつ。まあやり込んでますよ。時々とかも結構やってるけどね、まあトータルで、まあ、時々より一応多いっちゃ多い感じになってるからね。まあかなりやってるなという自負はあります。しかも結構強いと思う、さすがにかなり強い気がする俺。そうカフェオレはね、冷蔵庫の中に無限に入ってるわけじゃなくて2本だけ入れて残り1本のやつを取った時にもう1本を、てか残り1本の時を取った時に2本補充するっていう形だってね。トイレ行く時だけ気をつけてな。まあトイレ、まあつけっぱなしでトイレは1回行ったね、ちなみにちなみに1回行った、ジョボ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 。いやでもトイレじゃないと思うよ、あれは水道だよ。いや俺はねでも思った、台じゃなくてよかったと。台でふんふんとか言ってる声が入ったらさすがに生きていけなかったふんうんガーガーいやーお父さんお父さんそんな声が入んなくて俺は良かったなと思ってますね。嫌でしょ、さすがに聞きたくないっしょ。ジョボだったら、うわ、バゴさん、ジョボ聞こえとるんやけど、へへへとか言って、ちょっと笑えるぐらいなんだけど、ふんふーんとかだったらさ、もうなんか笑えなくない？うわーっ